金沢ケーブル株式会社は、石川県金沢市に本社を置く、ケーブルテレビ局である。2019年1月1日に会社名を、金沢ケーブルテレビネット株式会社から変更した。旧略称は、KCT、金沢 CATV。北国新聞社の関連企業の一つでもある。業務委託局では一部サービス内容が異なる場合がある。詳細は公式サイトのチャンネル案内を参照。有料チャンネルを除き、すべてのプランで視聴可能となっている。は、中能登町エンジョイプランで視聴できるチャンネルは、滋賀町 M プランで視聴できるチャンネルを表す。太字は、ハイビジョン対応チャンネル。CS デジタル放送チャンネル編成は、日本デジタル配信を使用している。なお、レインボーチャンネルなどの成人向けのチャンネルは、設定していない。北国新聞ニュースプラスでは、平日を中心に生放送のワイド番組を編成している。2014年1月からは、同チャンネルにおいて、早朝、深夜帯にショップチャンネルのサイマル放送を実施している。インターネットのサービスはエリアによって内容が異なっている。詳細は公式サイトを参照。KDDI のケーブルプラス電話で、固定電話の番号がそのままで利用できるサービス。金沢市の一部と中能登町、滋賀町はエリア外となっている。2016年11月1日から石川県内のケーブルテレビ局としては初めて格安スマホ、金沢スマホの販売を開始した。KDDI の回線を利用してサービスを提供するものである。番号ポータビリティに対応しており、データ通信のみのプランなどが選択できる。販売される機種は以下の2種類となっている。2016年10月19日に、危険ドラッグをアメリカから密輸したとして、当時の金沢ケーブルテレビネット代表取締役社長が石川県警察に医薬品医療機器等法の疑いで逮捕された。この社長は北国新聞社取締役も兼務していたが、逮捕された19日付で辞任した。この事件を受けて、金沢市と七尾市は競争入札参加資格の指名停止処分を金沢ケーブルテレビネットに通知した。北国新聞ニュースプラスで放送される番組の配信を受けているケーブルテレビ局は以下の通り。ありがとうございます。